王ヘンリーの生涯と作品1。王ヘンリー、本名ウィリアム・シドニー・ポーターは1862年9月11日ノースカロライナ州ギルフォードカウンティのグリーンズボロに生まれた。ブルーリッジ山脈の麓にある人口2500ばかりの小さな町である。ウィリアム・シドニー・ポーターというのが洗礼名であるが、1893年にミドルネームの綴りを SYDNEY と SIDNEY から改めた。父方の祖父シドニー・ポーターはコネチカット州からノースカロライナ州へ移住してきた時計屋で、孫の王ヘンリーに自分と同じ名前を残したばかりでなく、冒険と放浪を好む性質をも合わせ残した。王ヘンリーがロマンスを愛し、常に街角に転がっている何かを探し求めたのも、おそらくこの祖父から受け継いだ血がそうさせたのであろう。祖父のシドニー・ポーターは陽気で大酒飲みで、人が良くて冗談を言ったり、シャリを飛ばしたり、歌を歌ったりするのが好きだったから、町の人たちからは愛されていたが、商売にはあまり身を入れなかったようである。祖母のルース・ウォーズは、気丈で実直な働き者で、夫のシドニー・ポーターが7人の子供と抵当に入れたままの家屋敷等を残して死んだ時も、泣き言一つ言わず、立派に家を守り、子供たちを育てた。しかし、老境に入るとともに太ってきて、毎日ポーチのゆり椅子に腰を下ろしては、大儀そうにあえぎ、タバコを嗅いだり、パイプをくゆらしたりしていたというから、幼い孫の王ヘンリーの記憶に、あまり愉快な印象を残さなかったのも、あるいは当然かもしれない。母方の祖父ウィリアム・スウェイムはアメリカ合衆国の早々期にニューヨークへ渡ってきたオランダ系移民の子孫で、独立戦争の10年ほど前にノースカロライナ州へ移住し、1827年にグリーンズボロの地方新聞愛国者パトリオットの主刊となった。なかなかの高骨感で、常にペンを取っては政治の腐敗や政党の堕落を攻撃し続けた。しかも南部に住みながら強硬な奴隷廃止論者で、機会あるごとに奴隷制度の不当と弊害を糾弾した。当然周囲の南部人たちからは憎まれ非難された。しかし彼はいささかもひるまなかった。新聞ではもちろんのこと、家庭でも街頭でもレストランでも臆することなく奴隷制度の廃止を唱えてやまなかった。母方の祖母アビア・シャーリーはサー・ロバート・シャーリーの直系の子孫であるダニエル・シャーリーの娘で、ダニエルはバージニア州プリンセス・アン・カウンティの富裕な農場主であった。シャーリー家は17世紀中央王党派として活躍したイギリスの名門である。王ヘンリーの父アルジャナン・シドニー・ポーターは町の開業医で、初めの頃は人付き合いもよく、患者にも親切で、なかなか評判も良かったが、次第に発明に凝り出して医業を顧みなくなり、奇人扱いされるうちはまだしも、ついには狂人扱いされるようになってしまった。役にも立たぬ機械や装置の発明に夢中になり、それがために加算を傾けるに至ったが、成功したものは一つもなかった。晩年は酒浸りの日が続いた。母のメアリー・ジェーン・バージニア・スウェイムは、例のパトリオット愛国者の主幹とバージニア州の農場主の娘との間に生まれた長女で、グリーンズボロー女学校でフランス語と絵画を習った。画才があり、文章を綴るのも巧みであったという。若い時から機知に富み、特に言葉については鋭いセンスを持っていたらしい。この母の素質は、そっくりそのまま王ヘンリーに受け継がれているように思われる。不幸にして母メアリーは王ヘンリーが3歳の時、
肺病のために30歳の若さで世を去った。こうして残された幼児の養育と家計のやりくりは父の妹のライナ・ポーターという老嬢の手に委ねられることになった。彼女は生活費を稼ぐ手段として屋敷内に私塾を作り、近所の子供たちを教え始めた。教室では好んでディケンズやスコットの小説を教材として取り上げたということであるが、オーヘンリーもこの私塾の生徒の一人であった。オーヘンリーのこの未婚のおばは大変な文学好きで、ヨーロッパの古典に通じていたが、その反面南部の女らしい激しい気性と性教徒的潔癖さを持っていた。生徒たちに対してもかなり厳しい教師で、義務を怠ったり悪質ないたずらをしたりすると容赦なく鞭を振るって折檻したという。しかも一方では生徒たちを飽きさせずに面白く授業を進めることを知っている良い教師でもあった。彼女は生徒たちに書物を愛することを教え、文学を愛することを吹き込んだ。彼女は甥のオーヘンリーが大変勉強に興味を持っているばかりでなく、文学を正しく鑑賞する能力を持っていることをつとに見抜いていた。時々この私塾では授業が終わってから先生を囲んで栗やポップコーンを焼きながら生徒たちが代わる代わる立ってとっておきのお話を披露し合ったりした。自分が考え出した創作談もあれば体験談もあった。おじいさんやおばあさんから聞いた伝説やおとぎ話を話す者もいた。そんな時、話の上手なウィル少年オーヘンリーは奇想天外な話を考え出してはいつも聞く者を喜ばせた。その他彼は黒板の前に立って片手で算術をやりながら、もう一方の手でライナ先生の似顔絵を漫画風に描き、先生が振り向く前に素早くそれを消してしまうというような芸当をしばしばやってのけた。彼はその時期におばの指導でスコット、ディケンズ、サッカレー、ウィルキー・コリンズ、デュマなどを愛読し、特にディケンズは全作品を繰り返し読んだという。10代の半ば近くになると友達と一緒によくカロライナ州の各地を旅して回った。かなり長期のキャンプ旅行に出て、いくつかの小さな町を見て歩いたこともあった。彼は後年ニューヨークの町々に強く引きつけられたように、これらの町に深い興味を覚え、それぞれの町とその住民の特徴をしっかりと記憶に刻みつけた。父が医師の仕事をすっかり辞めてしまい、ライナおばが家計のやりくりに苦労している状態だったので、ウィル少年は上級の学校へ進学するのを諦め、15歳の時同じ町で叔父が経営しているドラッグストアで働くことになった。この店は町の人たちの集会所みたいになっていて、常連が毎日のように集まってきてはカードをもてあそびながら情報の交換をしたり、政治談義にふけったり、南北戦争の話をしたりしていた。そういう人たちは古い南部人を研究するにはうってつけの材料だった。しかし純粋の南部人であることを誇り、古い南部の伝統にしがみついて新しい時代の動きを見ようともしない南部人の顔面さは、ウィル少年の目には鼻持ちならぬ嫌味として映った。彼はそれらの人たちを擬雅化することによって、わずかに生まれついての風刺欲を満たした。彼は人物の特徴を巧みに捉え、単純な線で鋭くそれを表現するという特殊の才能に恵まれていたのだ。いろんな人物の戯画を手がけているうちに、次第に社会生活への目が開かれていった。やがてどの絵も一つの主題を持ち始め、その主題が一切の無駄なディテールを排して簡潔な線で生かされるようになった。これこそ彼が後年短編小説の創作にあたって駆使した手法に他ならないのである。
に、そのうちドラッグストアの仕事がだんだん鼻につき始めた。たまたま薬剤の仕事を通じて知り合った同じ町のジェームズ・ホールという医師から、近くテキサスの牧場にいる息子たちを訪問するつもりだが、よかったら一緒に行ってみないかと勧められた。ホール医師の長男で、この辺りにまで有名が轟いている元森林警備隊のリー・ホール大尉に会えるのも魅力だったし、荒漠たる平原で牛や羊を追うカウボーイの生活も若い彼の気持ちを刺激した。彼は即座にテキサス行きの決心を決めた。1882年3月のある日、テキサスへ向かう汽車がグリーンズボロの駅を出た。それにはホール医師夫妻とまだ20歳にいくらか間のあるオーヘンリーとが乗っていた。当時グリーンズボロからテキサス州コタラまでは汽車で95時間もかかり、途中で何回も乗り換えなければならなかった。彼らはヒューストンからサンアントニオを経てコタラに着き、そこから果てしなく広がる平原を四輪馬車に揺られて運ばれていった。牧場は面積が40万エーカーもあって、飼っている家畜の数は牛が12,000頭、羊が6,000頭もいた。ペンシルバニア州に住むダル兄弟の所有で、ダル牧場と呼ばれ、1880年以来ホール医師の息子のリー・ホール大尉の管理に任されていた。好奇心の強いオーヘンリーは、この土地の気候、風土、人情、習慣などに激しく興味をそそられた。この辺りは雨が少なく、定住者はほとんどいなかったが、密生した森林がお尋ね者にはうってつけの潜伏場所となっていたので、テキサスばかりでなくメキシコ辺りからもいろんな犯罪者が流れてきて、そこに潜んでいた。だから、牧場管理人のホール大尉は森林警備隊にいた時と同じくらい多忙で危険な毎日を送っていた。オーヘンリーはホール大尉から無法者のこと、森林警備隊のこと、メキシコ人の羊飼いのこと、カウボーイのことなどを詳しく聞かされた。それらは彼の南西部を舞台にした短編小説の中にいろんな形で生かされている。オーヘンリーは牧場ではリー・ホールの弟ディック・ホールの丸木小屋に住んでいた。小屋は狭い小さな部屋が2つあるだけなのに、家族はディック夫妻とまだ乳児の女の子とサイ君の弟のヒューズと、そこへオーヘンリーが割り込むことになったので、とても全部が家の中で寝るというわけにはいかなかった。やむなくオーヘンリーはヒューズと共に小屋の軒下にむしろを敷いてそこへ寝た。そしてデュックとヒューズからカウボーイの仕事の手ほどきを受けた。1年ほどの間に乗馬も射撃も投げ縄もどうにかこなせるようになった。もう立派に一人前のカウボーイである。仕事の合間にはニレの木陰でギターをかき鳴らしたり、メキシコの羊飼いの歌を習ったりして過ごした。この頃が彼の生涯で最ものんびりした時期であったかもしれない。オーヘンリーはこの牧場生活の間にフランス語とドイツ語の読集を始めたが、間もなくそれをやめてスペイン語に熱中し始めた。おかげでスペイン語にはかなり習熟したようである。南西部やラテンアメリカを舞台にした彼の作品を読めば、このことははっきりする。英語の勉強も決しておろそかにせず、常にウェブスターの辞典をそばに置いて、暇さえあればそれに目を通していたということである。後年、読者ばかりでなく批評家をすら驚嘆させたあの豊富多彩な語彙は、この頃身につけたものであろう。彼にとって辞典は、単に単語の意味を知るためのものではなく、思想の源泉であり、現実の世界に抽出されることを待っている言葉の宝庫であったのだ。テキサスでの
牧場生活はほぼ2年間続いた。1884年、21歳の誕生日を迎えると、間もなく彼は牧場生活に別れを告げて、その州の首都オースティンへ出た。首都とは言っても、当時オースティンは人口1万ばかりの西部の小都市に過ぎなかった。しかし、ここはいろいろな意味で、南部の古い文化と北部の新しい文化の交流点であった。彼は牧場で知り合った鉱山師の口利きで、グリーンズボロ出身のジョー・ハーレルという人の家に身を寄せた。そしてある薬品会社へ勤めたが、まるでドラッグストアの店員のような仕事だったのでつまらなくなって2ヶ月ほどで辞めてしまい、しばらくの間絵を描いたり本を読んだりして気を紛らせていた。翌年の秋、友人の父親が経営している土地会社へ帳簿係として勤めることになった。給料は月100ドルだった。彼はこの仕事と給料が気に入ったらしく、1887年にテキサス土地管理事務所へ移るまでの約2年間この職に就いていた。彼がオー・ヘンリーというペンネームを用いるようになったのは1886年の夏からであると言われている。当時彼が生意気ヘンリーというあだ名をつけていた野良猫がいた。その猫を呼ぶのにただヘンリーと呼んだだけでは見向きもしないが、オー・ヘンリーと呼びかけるとすぐに彼のところへ来て体をすりつけた。そこでオー・ヘンリーというペンネームを思いついたというのである。その後しばらくして彼が自分の書いた文章にオー・ヘンリーとサインしたことが記録に残っている。これがオー・ヘンリーというペンネームを用いた最初であろうということである。その由来はともかくとして、その頃彼が親しく付き合っていたロリー・ケーフが残した1886年のサインブックにオー・ヘンリーの名が記されていることから考えても、このペンネームが生まれたのが1886年頃であることはほぼ間違いあるまい。ダル牧場で世話になったギック・ホールが1886年の末、テキサスの土地コミッショナーに選ばれたのを機会に、彼はホールに勧められて翌年1月テキサス土地管理事務所へ移った。この事務所に彼はその後4年間1891年1月まで勤めることになるのだが、初めは登記係として給料は月100ドルだった。仕事はそれほど面白いものではなかったが、しかしこの仕事を通じて彼は土地問題に絡む紛争の実態をつぶさに観察することができた。さまざまな紛争事件が多くの劇的可能性をはらんで彼の想像を刺激した。これは後年の彼の作品活動にとって貴重な体験であったといえる。オー・ヘンリー短編集2に続く。